ダッシュ行こうぜ。どうも、タケヤでございます。はい、ということで本日はですね、午前中、鹿屋体育大学の方で測定の方をしてきまして、また新しいところに来ております。草野さんとお兄さんが前の方に歩いてるんですけど、ジャパンアスリートトレーニングセンターに来ております。ということで、九州の方の皆さん多分ご存知かもしれないんですけど、まあ、こんな素晴らしい施設があるんだなといったところで皆さんにご紹介していきたいなと思います。草野さんとお兄さんのねお話を聞きながら、コメント欄でお兄さんか草野さんどっちが身長大きいか皆さんコメントよろしくお願いします。ということで、ダッシュで行こうぜ。こちらがまずウェイト場があるんですね。めっちゃいいじゃないですか。でっけ、どんぐらいなんですか。4月にオープン。あ、4月オープン。いや、3ヶ月。鏡がねあるといいよね。動きのチェックできるからね。アクティブレスト用に作られた体育館。 そして見てください、このブルータータン。え、すげえ。何がいいってこのさ、ここにトイレがあるってのはやっぱミソだよね。ここで競技会も今後されるんですか。いや、もうやってる。あ、やられてるんですね。やった。おとといやったって言ってたよ。そうなんだ。で、落ちたゼッケンのほつれた糸を係員の人たちが拾って常に綺麗にしてる。感動した。砂場スレッド。砂場でやる利点って何ですか。血の負担が少ないのと、聖地だから体のバランスを保って、まあ、体幹強化につながるよね。よりパワー出さないと進まない。ハマレンと同じ容量ですか。要するにハマレン、うん、こっちはコントロールしやすいよね。砂浜より。そういうの分かってないでやってることって多いと思うんですよね。固めだね。これ多分そうほぐさないとな。いい練習できますね。ここもでも若干すでに登ってんのか。確かに若干。ここはだ、黒缶コース用で芝生で長距離のランナーが、これはもう基本上りじゃん。上りなんだけど、あっこから下って直線スーッて。あっちですね、今から行くところですね。いや、これえぐ。これやばいでしょ。これやばいっす。これ明日もやった方がいい。あ、わかりました。フォーム変わっちゃうからやっぱ緩いのがいいんだよね。そうそう、しかもこれ、しかもなんか人によってその角度を変えれるみたいな。本当にこんぐらいでいいんだよ。こんぐらいが程よいね。程よい。で、ガーっていって、あそこからマーク置いてパパパパパって刻ませれば完璧。この競技場資格ないですか。マスカない。え、自動販売機もあるし、トイレ綺麗だし。あのね、こっから驚きのポイントが何点か。まだ続くんですか。あ、これ結構最近思うんだけど大事。あ、スクトラックね。あ、行きましょう皆さん。まだあります。これね、長距離の人たちもやっぱオールウェザーでやると負担でかいけど、1でやるとね。これも400っていう計算されてるんですか。400。すっげえ。芝生が入ってるから芝のトラックでもあるわけよ。全て対応してんじゃないですか。これね、マジでやばいと思う。で、問題はだ、こういうの作った後に導入するかもね、はい、運用の問題。結局だから、これをちゃんと生かさないと陸上界なんかこんなでっかいの作ったけど何もできませんねみたいな烙印押されちゃうのと一緒だから、うん、それをなんかどうやれるかっていうか。向こう投擲場。あれ投擲場だ。4方向行ける。向こう投擲場です。やばいです。これ陸上王国って言っても。そうですよ、欲しいわ俺ここ買って。いやでもこれ絶対何か生かさないと、もったいないままで終わるパターンですね。至る所に鉄棒があるわけ。あっちにもあるし、こっちにもあるし。燻製しなさいって神様が言ってるのよ。これテンション上がるな。全国の投擲ファンの人にね、ちょっと俺は伝えたい投擲場。でも投げるなとか、フィールドの芝生が痛むからとか、もう危ねえとか。え、お兄さん投擲選手ですか。そんな気持ちを。え、肩見てます。そうそう、あ、やっぱり感じるんですね。某大学ではさ、はい、やり投げれなくてさ、タオルでヒュッ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 ってやってるわけ。このピットはさ、これ砲丸ピットが6個あるのか。これここなんか4方向中心に向かって投げんだよね。で、やり投ピットも2つ。うわ、マジ鳥肌だった。あ、これが見えねえわ。これにベニシンボール投げて、あ、あの壁にどんどんやるやつですね。そうそう、バーンバーンつって。そう、バーンバーン。ポイントはここです。嘘でしょ。投擲場の人、投擲の方たちね。嘘でしょ。もうメインからも遠いわけよ、はい、まあ、あっちいわけ、あっちまで行く間に汗かいちゃうわけ、はい、ここでシャワー浴びれます。シャワーシャワーしたいやばいっす、これやばいっす、これこれすごいです。閉まっていっちゃってるけど、ボイスとシャワー万全です。三尺最後のとどめの一撃ですね。とどめの一撃、これやばいっしょ。これやばいっす。これ1ヶ月入れるっしょ。入れます。とどめの一撃が今から始まります。皆さん、はい、あそこに写真判定室があります。そこ写真判定室。すげえ。なぜあそこにあるかというのちょっと覚えていてください。わかりました。これトイレ、スパイクのままトイレに行けるっていう。雨の日の試合はこっちでアップしてパッて出て、もうバル綺麗なわけ。うわ、じゃあ、お帰り。じゃあ、こんにちは。もう、フレキがこんなにあるのか。やっぱ、フレキハードルって大事ですよね。大事。で、これも基本的に全部、普通に貸し出し。貸し出し。受付にお申し出ください。貸し出しリストによく記入。あ、なるほど。そして、いいですか。
あそこにおられます、はい、佐藤圭太さんです。じゃなくて、はい、じゃなくて、はい、こちらが、はい、こっち、パン、ブオーン、やっぱ、150m 直線150ですよ。日本にここしかないです。はい、なんと逆に海外あるんですね。海外はあるんじゃない。海外はむしろトラックになってるんだよ。300m。 ちなみにこれ屋根の高さ 7m だから、高高跳びの人も世界記録出しても安心。室内競技会がここでできるようになっておりまして。室内競技会も可能なんですか。はい、ここ車販室ね。車販室、車販室、はい。でなんで幅跳びもあるんだよ。しかもここ公認を取るために最初は6レーンまであるわけ、はい、この薄くせえなんの分かる。ありますね。後で見せるんですけど、6レーンっていうのももう見えます。そう、ただ6レーンまでやると競技のルール上、購入を取る関係上、選手の距離が近すぎるということで、鹿児島の人たち6レーン消しました。消しました。購入を取るために消しました。本気選手のために、選手のためにという形で、中でハードルもできるし、しかもこれ今僕は空調効いてるんですよ。ここめっちゃ涼しいっす。めっちゃ涼しいよ。で冬はこう暖房がつく。だからもう今の話、沖縄とか変な合宿地行くよりここ。間違いない、ここはもう完璧。完璧ですね。大高にとってね、上から見れる。そうああ、上からも見れる。分かる、あの緑の壁とかね、何のために存在するか。で、この見て見て、このあ、我々が買いたくて買えない高いフライオボックスがもうNTC 並みにあります。これ珍しいよ。ぜひ皆さん、大隅へ。レッツゴー。はい、といった形で本人さんと奥さんさんのね、素晴らしい解説のもと、そして本当にすごい、本当にすごいです。ぜひ皆さんもね、ここ行ってみて感想をお聞かせください。もう言うまでもないんですけど、まあ、といった形で今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。